第12回海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊、遠征航空軍霊下の戦闘機部隊。1948年8月1日にディエールル、パリベストル海軍航空基地で編成された。ランディビジオ海軍航空基地に所在し、戦闘機にラファール M を運用する。フランス海軍航空隊におけるラファール M が最初に配備された。 飛行隊であり、シスタースコードロンの第11回海軍航空隊とともに、フランスの核戦力の一翼を担う海軍核戦力として、核攻撃能力を有する海軍飛行隊でもある。第12回海軍航空隊は、スーパーマリンシーファイアマーク3飛行隊として1948年8月1日に、ディエール・ル・パリベストル海軍航空基地で編成された。 1950年4月に、グラマン F6 回から5へ、機種転換を行い、1952年9月から1953年6月まで、第一次インドシナ戦争に対処するため、空母ボアベローに搭載され、フランス領インドシナに展開した。フランス本土へ帰還後にチャンスボート F4U-7 へ、機種転換にし、1956年に、 チュニジアのカロウバ海軍航空基地を拠点として、フランス領アルジェリアでのアルジェリア戦争に参加。1958年2月8日には、チュニジアのアルジェリア民族解放戦線拠点であった、サキエシディウセフ空爆を実施している。なお、アルジェリア戦争中の1957年8月30日に、F4U マイナスマナ1機が撃墜されている。 1959年初頭に一部の F4U-7 へ、試験的に SS-11 追戦車ミサイルが配備され、運用試験結果は良好だったものの、アルジェリア戦争には投入されなかった。1963年8月1日に解体されたが、1964年10月15日に、ランビウエ海軍航空基地で再編成され、 チャンスボート F-8E が配備された。1968年8月に、ランディビジオ海軍航空基地へ移住ジブチやレバノン、ユーゴスラビア紛争での国際連合保護軍に参加した。1999年12月15日に、組織改編に伴い再び解体されるが、脱走ラファル m 運用のために2001年5月18日に2度目の、 再編成を行った。同年5月21日から5月29日まで7機のラファール M が空母シャルル・ド・ゴールに展開し、空母上での機体の運用訓練を主眼としたトリダンダー演習に参加した。同年12月1日には第11回海,海軍航空隊及び第17回海,海軍航空隊とともに空母シャルル・ド・ゴールに搭載されてアフガニスタンにおける ヘラクレス作戦に参加2002年7月1日に帰国した2004年3月1日と4月22日にもインド洋に展開して実戦任務につき同年6月24日にフランス海軍は第12回海軍航空隊が完全な実戦飛行隊として運用承認されたことを発表した2005年12月からは空母 シャルル・ド・ゴールにおいてミリティア・ソラ対空ミサイルとエグッセ・ソラ対艦ミサイルなどの運用試験を実施。2006年5月5日から5月23日には、パキスタン沖の国際水域に展開して、アフガニスタンの国際治安支援部隊の支援作戦に参加した。2007年3月から再び、アフガニスタンにおける実践任務に投入され、 同年3月24日には、地上目標に対するグブ -12、レーザー誘導爆弾での爆撃を実施し、ラファール M による、最初の空対地攻撃を記録した。2017年10月10月には、アイソルに対するシャマル作戦の一環として、第11回海軍航空隊と共に、ヨルダンのプリンスハッサン空軍基地に派遣された。 第12回海軍航空隊で運用した F-8E 第12海軍航空隊で運用するラフ RM。ありがとうございます。